はい、ってことでね、もうシーズン近くなってきたから、ちょっと去年いろいろ板乗らせてもらったから、ちょっとそのレビューでもしようかなと思います。で、去年ね、合計10何本乗らせてもらったんだけど、そのうちの5枚を紹介しようかなと思います。で、まず1枚目がこの DC のザ・ハウス・オブ・パウダーってモデルだね。でね、この板は北海道のニセコにあるハウス・オブ・パウダーってガイドショップとのコラボレーションのボードらしいんだけど、そこにね、ここ数年 DC のインターナショナルのライダーたちが来て撮影してたんだよね。ホグモとかイッカとかデバンとか、その辺も来てたかな。まあまあ、いろんなセッペデバックとかも来てたかな。そんでね、日本のタイトなツリーとかでも滑りやすいように作られたのがこの板らしいんだ。で、まあこっからはね、自分が乗った感想なんだけど、まあさすがパウダーボードだよね。深いパウダーでもスピード出るし、コントロールしやすかったし、多分ね、それはノーズがね、ファットな形状と船底のシェイプ、まあパウダーボードって大体ね、そんな感じだと思うんだよね。まあパウダーボードなんで、パウダーが滑りやすいのは当たり前だと思うんだけど、まあそれよりもね、なんか乗って自分で驚いたのは、普通のバーンで滑るのがめちゃくちゃ面白くて、この板が太いから、ターンで思いっきり倒してもトゥーとかヒールが雪面に入り込まなくて、カービングがめちゃくちゃ楽しい。そんでもってね、足元がキャンバーの形状になってるから、硬いバーンでもふらつくこともなく普通に滑れるし、普通に飛んだりもできるし、ね、スイッチで滑っても問題なかったし、なんかこんなパウダーボードの形してるけど意外とオールラウンドな板でびっくりして、でもめちゃくちゃ面白くて、フレックスも柔らかめだからすごい扱いやすいイメージだったな。まずこれが1枚目かな。じゃあそんな感じで次は2枚目。2枚目はね、ロブスターのルーカス・ビューフォードの 151cm。 この板をね、最初に見た時めっちゃ上がって、俺がこのグラフィックデザイナーが好きなんだけど、それがまさかスノーボードであると思わなくて、見つけた瞬間速攻連絡して、この板ありますかって聞いて、したらね、メーカーの人が、この板硬くて乗る人いないんだよねって。で、まあ去年の代々木で初乗りしたんだけど、めちゃくちゃ調子よくて、板全体はね、フレックスがしっかりしてて、トーションがミディアムフレックスな感じで、こんなおちゃらけたデザインとは裏腹に結構ね、しっかりした板だったんだよね。で、トーションが動かしやすいから低速でも問題なくターンできるし、フレックスがしっかりしてるからターンの抜けで蹴れるし、キッカーでもしっかりした反発感じたね。キッカーも問題ないし、ジブも調子良かったし、まあ、むしろね、代々木のイベントで初乗りして全然問題なかったから、しっかりしてる分ちょっと重量感があるけど、まあそんなね、板が重くたって軽くたって足につけちゃえば基本わかんないし、まあね、結局ショップに並んでる時とかね、車をから板を下ろす時とかに重いなとかって感じるけど、まあ、そん時ぐらいしかね、板の重さなんて実際あんまわかんないと思うんだよね。スケートみたいにさ、回し蹴りして足元から離れるわけじゃないし、むしろ足にくっついてくからね、ビンディングで。まあその分ちゃんと丈夫な板だなと思って、シーズン使ってエッジとか曲がってないし、すごい調子よくて、結構ねパークとか滑る人には調子いいんじゃないかな。そんで3枚目、ナイトロとボルコムのコラボボード。この板はね、まあボルコムとナイトロのコラボなんだけど、ビーストって板で、まあナイトのライダーも乗ってるモデルらしいんだよね。それこそマーカス・クリーブランドとかよく乗ってる板かな。この板はね、一言で言うとね、
優等生のふりしたジャジャ馬みたいな板だったかな。本当すごい乗りやすい板で、ターンとかジブとかジャンプとか板の張りがしっかりあるから全部乗りこなしやすいんだよね。パタつきもないし、なんだけどしっかりした板だからスピンとか簡単に回せちゃう感じ、なんか回せそうみたいな、少ない力で回せるみたいな、そこが自分的にはジャジャ馬感があったけど、そんなところがね俺的にはちょっとジャジャ馬に感じたけど、でもすごい面白くて、まあすごい乗りやすかったね。さて4枚目はサロモン FS2000 ってモデル。いやもうこれはね、最初グラフィックにやられたね。なんか昔のグラフィックっぽい、なんかクラシックなグラフィックがね斬新で、やべえって。でまあ見た目はねこんな古っちい感じなんだけど、乗り心地はね、グラフィックに反して、ね、中身はやっぱ最高級な最新の感じがして、まあ本当反発反応全てがね良くてね、乗り心地といい、すごい乗りやすかった。もうむしろこの板乗ってたら勝手に上達しちゃうんじゃないって思うぐらい、まあ俺自身もね昔サロモン乗ってたこともあって、全然もうほんと癖なく乗りこなせたんだよね。まあそれが俺がもともと乗ってたからなのか、本当にこの板があれなのかはちょっとわかんないけど、でもすごい調子良かったね。壊れもしないし、そうなんかねスピード出しても全然バタつかないし、エッジの反応もいいからね、すごい信頼できるボードでしたね。良かったこれは。でこのグラフィックはこのクラシックなの、あの板だけじゃなくてバインとかブーツも出てるから、気になった人はちょっとチェックした方がいい。あの数量限定みたいなこと言ってた気がするから、はい、サロモンの宣伝みたいになっちゃった。じゃあこれが最後5枚目。この豚に見覚えある人はいるのか。これねアンインクつって、まあこれイエスのスティールアンインク151って151センチなんだけど、まずこのアンインクっていうちょっと反応しちゃった人ね、そうあのイエスにはねライダー兼マネージメントで、JP ソルバーグ DCP ロメインの3人がいるんだよね。でそいつらがまたこのアンインクってモデルを出し続けてるらしいんだ。このボード俺初めて乗ったんだけど、つま先とかかとのエッジが左右非対称なんだよね。アシメトリーっていうんだっけ、なんだけどね、やっぱすごいコントロールが良くて、初めてこういうボード乗ったんだけどびっくりしたね。なんか最初こういうエッジ非対称なのってどうなのかなって思ってたんだけど、まあ乗ってみたら全然癖とかもないし、すごい乗りやすくて、でこのボード自体ね結構柔らかいからね、すごい扱いやすくて、まあほんとこういう板もあるんだなと感じた1枚でしたね。まあそんな感じでね、あのざっくりと5枚のボードを紹介したんだけど、まあ人それぞれさ体の作りとかね脚力とか違うから感じ方もね違うけど、今回の動画を見てなんか気になるボードとか、まあ参考になってくれたらいいなと思います。まあ、そんな感じでゲレンデもそろそろオープンしてきたしね、滑り行こうかなと思うんで、はい、じゃあゲレンデだったらよろしくお願いします。